ハロウィンでさ、その時付き合ってた彼氏とディズニーランド行ったのね。うんうん。それでさ、ハロウィンのディズニーってさ、ちょっといつもと違うじゃん。乗り物とかも少しハロウィンバージョンになってたりとかして。はいはいはい。だから多分1年で一番人気あるというか、めっちゃ人がいるのがハロウィンの時期なのよ。うんうん。ガチ勢が来るからね。そう。それでさ、やっぱ、まあハロウィン当日じゃないにしろ、そのあたりで行って、着いたらやっぱり人めっちゃいたのね。うんうん、まあ、めっちゃいたけど、ハロウィン的なあれだから、すごいテンション上がって、うん、なんかね、藤原は彼氏に向かって、うん、ねえねえ、一番最初何乗るって言ったんだけどさ、その時の彼がなんて答えたと思う？一番最初、じゃああれじゃない？多分こう、うん、ほら、ノリノリで、うん、ホーンテッドマンション、ハロウィンバージョンだから、乗ろうよとか言ってくれたらいいね。やっぱホーンテッドマンション一番乗りたいよね。うんうん。うん。まあ、あとはさ、一番最初入ってすぐ右手にあるカリブの海賊とかさ。あ、そうね。うん。いや、でもそれがさ、その人混みを見た彼氏が一番最初に乗りたいって言ったのがさ、ね、帰りの電車って言われたんだよね。すんなーそこでなんかはーってなっちゃって、ね、え、もう一回言ってみみたいになってえ、ごめんなさいみたいな感じになったんだけど、なんかすごい空気になったよ、うん、つらいや、でもわかるけどね、なんかもうそんなあんな人混みの中で一日中さ騒げるほど、もう10代とかじゃないからさ、うん、そうだね。だって好きでもきついもん。クラリ結構そのディズニー好きで、うん、年パスも買ってたけど、うん、なんかそれでもやっぱ混んでる日に行きたくないっていう気持ちが強かったもんね。そうだよね。っていうかさ、もう混んでなくてもね、もうね、ディズニーとか行くと3時間ぐらいでお腹いっぱいになっちゃう、うんうん、あ、わかる。いや、だからこそマジで年パスが最高だったんだよ、本当に。その、行ってすぐ帰っても何の後悔もないの、うん、あ、そうだよね。確かに贅沢な使い方ができるよね。そう、うん、それがね、良かったんだけどね。まあ今ちょっと発売されてないですからね、残念ですけど、うんうん、そっか。いや、まあでも最近はもうここ 2,3 年は全然行ってないからな。うん、うん。